リピートアフターミー、シコだ、シコだ。黒猫さん、シコだ、シコだ。タイガシ、人のライブで売名してんじゃねえぞ。でもシコだ、シコだ。マリサ、バーカ、バーカ。え、なんか言った？やるね、霊夢。うん。お勤めご苦労様です。いや、私は当然のことをしただけだよ、霊夢。おいごらー、ちょっと待てやバカタレども。あら、一回言ったのね、バカタレマリサング。突っ込みたいところが星の数ほどあって何から言えばいいかわからん。まずは霊夢、なぜお前はテレビになれる能力を持っている？そしてせっかく私が教育したのを洗脳しようとするんだ。まあまあ、その上、最後は私を殺すことを許可しただろ。私は当然のことをしただけよ。これ見ろ、こいつも頭おかしくなってるし、私が殺されるのが当然のことって、思考回路ぶっ壊れてるだろ。まあ、当然のことでしょう。私たちの思考回路がぶっ壊れていないわけないじゃない。あははは、そっか、死ね。川崎、9号式戦闘機、まさかの服用機である。この機体は昭和10年に初飛行した陸軍の戦闘機だよ。昭和10年ってことは西暦にして1935年だぜ。日本敗戦まであと10年、もっともこの段階では開戦すらしていないがな。この機体以降の戦闘機は全て単用機だから、陸軍最後の服用戦闘機ということになるよ。なるほど、実質日本の服用機の集大成といったものなのか。本当に集大成と言えるのはこれの3型だと思う。ウィキペディアでは A153 に匹敵する究極の服用戦闘機と称されてるよ。の割にそこまで有名ではないよな。まあね、その時にはもう単用機の時代だからね。戦艦でいうところのビスマルクのようなものですよ。やめろ、大出しが喜ぶぞ。あ、でもビスマルクのようであれば、真珠湾攻撃くらいの時期に新設計で服用機作るくらいじゃないと。9号式戦闘機の上位モデルである分、こっちの方が優秀か。お前は大出しを喜ばせて何をお願いしようとしてるんだ。お年玉。はいよ。それで、この機体のゲーム内性能なんだけど。お、やはりこっちでも強いのか。めっちゃ微妙。え、悪いの？なんというか、標準的で特に悪いとか良いっていう特徴はないかな。強いて言うならソ連の旋回性能プラス機14門件あのレートは羨ましいよね。贅沢は敵だ。では戦場へ。マップはウェイク島、弾薬ベルトはなんとなく汎用を選択したよ。理由は特にないのか。ないね、その場の気分とノリ。なんじゃそりゃ。にしても味方に97式戦闘機や96式艦船というのが新鮮だな。まあ、96式艦船なら以前実況したけど、やってたな。でも服用機は初めてだよね。というか服用機を実況する人なんて過去にいたのか。WT を初めてすぐに実況した方はいるかもだけど、レベル80まで進めた人が服用機の実況というのは珍しいんじゃないかな。なぜ実況したし。ゆっくり用心は服用機から交代翼ジェットまで、幅広く実況するところが長所の一つなのさ。絶対即席で考えた長所だよね。ちなみに今回も戦闘時間短いので、そこのとこよろしく。よろしくされたところでリスナーさんにとってデメリットの塊である。そんなことないわよ。短い方がサクッと見れて最高って方もいるでしょう。どうだろうな。あ、そうだ。せっかくだし、あの子の名前をここで発表しようか。どう考えてもここでする内容じゃねえな。では発表します。おいこら、ユージーローランドです。うん、もうあの方に許可は取ったか。取って、ないです。ダメだろこれ。いや、冷静に考えてほしいんだけどさ。まず、電車の場合、もうあの方の名前って、猫の葉、ランド、リックスをひっくり返したものだと思うんだ。つまり、猫の名前をもじってつけたという言い訳ができると。そうそう、できるわけねえだろ。WT とは縁のない実況者ならまだしも、お前は WT をバリバリ実況してるだろうが。確かに現在進行形で実況してる。でもさでもさ、もし後者を選んだら、ロールスロイスホールディングスとメッサーシュミット社と全面戦争になるわよ。なぜそうなる？それにメッサーシュミットは、合併や買収を繰り返して、今では EADS ドイツに名前が変わってるぜ。エアバスやんけ。つまりは、電車を選ぶと某あの方、後者を選ぶとロールスロイスとエアバスを相手にしないといけなくなるってわけね。お前は何と戦おうとしてるんだよ。そりゃあ、某あの方の方がまだいけそうな気がするでしょう。戦ったら絶対にボコボコにされるぞ。すみませんでした。某あの方の目にこの動画が映らないことを祈るんだな。ジャンピング土下座の準備はできている。ダサすぎるだろ。というわけで名前はユージーね。オーケー、私の名前はユージーローランド。ちゃんと覚えたわ。名前をつけたところで、目の前には SB2U がいますね。そういえばあいつ空戦能力がそれなりにあるらしいぞ。確かウプ主も AB でそれに乗って6機撃墜に成功していたわ。火力はどうだ？うん、服用機って感じ。全然伝わってこない。燃料タンク壊したけど、撃墜には程遠いわね。もう一撃加えようぜ。食らうがいいわ。いやー、カスッカスですなー。全然ダメージが入らないじゃないの。威力を破壊すればいいんじゃないか。それが手っ取り早そうね。追尾するぜ。あ、あいつ爆弾捨てた。回避、あるいは反撃に出るか。反撃、回避させないマンになるわ。よし、威力を飛ばしたな。キルいただき。あれ、どうしたのマリサ。なんだろう、私たちが珍しく実況してる。当たり前じゃない、ゆっくり実況なんだから。これがゆっくり実況だったという衝撃の虚言。虚言じゃなくて事実よ。さて、そんな虚言を言ってる間にも戦況は動いているぜ。ゲージは互いに1ミリも削れてないけどね。うっさい。
場面は代わりに2期目の SB 通流でございます。マジで場面飛んだな。動画なんてそんなものよ。カットと早送りで大半の時間をすっ飛ばしてるの。リスナーさんは厳選されたとっておきだけを見ることができるのよ。そう聞くとカットや倍速も贅沢なものに思えるが、絶対に編集も楽になってるよな。バレたか。くらえ。全然当たってないぞ。撃つたびに偏差を修正して精度を上げていくんだって。戦艦の艦砲射撃かな。でも敵の後部銃座は気絶させたから、あとは敵の後ろにびっしり張り付いてストーキングしてるだけでいいわね。おまわりさん、こいつストーカーです。先生、飛行機での追尾はストーキングになりますか。なります。なるんだ。お、クリティカル来たぞ。これいけるぞ。撃ちまくるぜー。ファイヤー。あ、はいはい、キルキル、すごいすごい。感情がこもってない。だって何か違う感じがするもん。もう実況降りるしかないじゃん。さっきまで、いける、とか言ってたじゃん。そこは玉詰まりからの海面にキスだろう。そうなる要素がない。なんでこのタイミングで玉詰まらせて海面に突っ込まなくちゃいけないのよ。笑いのためだろ。頑張れよ。頑張るところがおかしい。次はどの敵をやるんだ。もう終戦よ。え、嘘だろ。マジでイエース。ほんとクソだな。登録解除しようぜ。そうね、私も解除しよう。動画の登場キャラが自らのチャンネル登録を解除するのか。素晴らしいでしょ。終わってる。最後、弾が少ないから空母で補給するわね。仕方ない、終戦まで倍速だ。さすがに8倍速は草。そこまで倍速しないと終戦できないというのはヤバいと思うよ。うん、で、若干は失敗しているようだが。そりゃあ、ゆっくり用心なんだから。クソ着艦と着陸ミスはもはや伝統芸能。わかってきたじゃないマリサ。わかりたくないぜ。先にどうぞ。いや、君がやるといいさ。いえ、せっかくの新キャラなんですし。気にすることはないさ。本来は君の仕事だろう。いえいえ、私はもう引退しますので。仕事を投げ出すのはよろしくないな。な、投げ出してなんかいないにょん。どう見たら投げ出していないと言えるんだ。だいたい君は。まあまあ、落ち着いて二人とも。だってこの桜井さんやろが、誰がやろうが、私は女だ。ダメだこりゃ。まさかこの二人の相性が悪いとはな。結果は2期撃墜の1位、2期しか落としてないのに1位とは。こっちは5期しか落としてないから、残りの5期は自滅したらしいわ。凄まじい結果だな。じゃあこの辺りで動画を締めるわね。1万人イベントの詳細が決まったから、近いうちに発表するぜ。それでは、ご視聴ありがとうバルディ。意味不明すぎる。